こんにちは、なるみこと椎名なるみです。というわけで、私は毎週金曜日10時半から LINE ライブでお悩み相談配信をやっているんですけども、今回も、いただいた DM を YouTube で紹介していきたいと思います。なるみちゃん、地下アイドルになりたくてオーディションを受けたのですが、初めてのことでいろいろ不安で、まず親に何て説明していいかわからなくて、ここ2週間ずっと考えています。なるみちゃんが地下アイドルになった時、親に何て言いましたか？またどのように説得しましたか？まあ、まずは、まあ、私アイドルになりたくてオーディションを受けたんだよねっていうことを話して、そこから細かいことを説明するのはなんか事務所の人だと思うんですよ。これは私の実体験なんですけど、私親に内緒で始めたんですよ。ずっと隠してたんですよ。でもやっぱり高校生なのに、明らかにバイトもしてないのに、なんか帰りが遅かったりとか、なんかそういうので親にバレて、あんた最近何してるのってなった時に、アイドルって言った時に、は？何それ、聞いてないんだけどってなって、めちゃくちゃ何度も何度もその活動のことで喧嘩したんですよ。私の場合は順番がおかしくて、説得してからアイドルになったんじゃなくて、アイドルになってから説得してもらったっていう、まあ、ちょっと順番が私の場合逆だったんですけど、じゃあもう最初本当にめちゃくちゃ反対されてた親に、どうしてそうなったかっていうと、やっぱり自分自身の活動を見てお母さんが、まあ、応援してくれたっていうのがあるかなと思います。最初は認めてもらえなかったとしても、もうどれだけ自分が本気でその活動をやりたいかっていうのを親に見せるために、そのお仕事についてちゃんとやり遂げるっていうことが大切なのかなって思います。説得してもらうのは事務所の人で、親を認めさせるのは自分の行動次第っていうことなのかなって私は思います。こういう悩みは私自身も経験したことあるので、すごいわかるんですけど、やっぱり認めてもらうためには自分がどれだけ頑張れるかっていうことだと思うので、ぜひ頑張ってください。応援しています。というわけで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。